はい。どうも。皆さん、こんにちは。こんばんは。ぜんざいです。プロジェクトキャスターウェイの続きをプレイしていきたいと思います。前回は潜水艦ですね。お調べに行って、これでやっと、このラジオタワーの修理する方法が分かった感じですね。とにかく素材をたくさん使うみたいで、ファーストアンテナを直すのにメタルスクラップが15、スクリューが15、あとヒートシンクとかですね。で、セカンドアンテナにメタルスクラップがまた15、スクリューも15、カッパーシャード、あとパワーセル。で、パワーボックスにもこのメタルスクラップ20なんで、マイクロプロセッサーとかですね。なので、ここの島だけの素材だと足りないですね。足りないんで、他の島に行って持ってこないといけないですね。で、あと、この紙を書いた人が、ボックスの番号ですね。を、各島に散りばめたって書いてあったんで、また一から島を巡って、その番号探しをしないといけないですね。とりあえず今持ってるもの、持ってってみますか。インベントリー開けて、帽子捨てるのちょっと怖いけど、あ、待って。よし、こうして、カップパワーシャードが3だったかな。で、パワーセルが、1。で、あと、これか。これとスクラップメタルを大量に。まずこれ、スクラップメタル。持てるだけ。よし。これでちょっと行ってみましょう。これで直せるようになってる。これがファーストアンテナかな。潜水艦を調べないとこれが出てこないんですね。スクリュー。あー、足りない。で、ヒートシンクと基板だ。パワーボックス。これがセカンドアンテナかな。カッパーシャドウ、パワーセル。じゃあまた戻って。で、どっか、基本的にだから、電化製品を壊して取れるものかな。この島まだ、どっかなんか壊してないのあったような。あとあれだね、そこの沈没船、潜水艦じゃない方、サメがいるんで、各島、を探索するついでにコカの実を集めてサメよけも作らないといけない。一応確かこのシートも壊せるの。これも壊して素材にできそうだけど。この辺にあった。冷蔵庫。ヒートシンクとか手に入んないかな。イートシンクはあれか、パソコン、ノートパソコン、ラップトップとか。なんか上から降ってきた。メタルスクラップ、スクラップメタル、パワーセル。エアーフィル、これはあれか、エアーフィルターは飛行機の部品か。これで今取れたのはちょっと、あ、そうか、メタルシート。よし、これで、第一アンテナ、あとヒートシンクと基板。あ、ここ直りそうだね。スクリューっていいのかな、読み方。よし。ここあとマイクロプロセッサー2と基板が2。あー、足りない。2個足りない。ちょっとこれメモっとこうかな。船に物詰めるんだったら、適当に必要なものを乗せればいいんだけど、船に物詰めても落ちちゃうから、必要な分だけを取りたいからちょっとメモりますね。あと足りないのがマイクロプロセッサーがあれ、下の階、下のやつはヒートシンクが1。1で、基板が3ですね。ここの1と、パワーボックス、が2です。で、マイクロプロセッサーが2。で、スクリューが2。よし。直そうと思えば、これは直せそうだな、すぐ。直したところでその、番号、ボックスの番号がわからないとダメなのかな。よし、じゃあまたあれですね。各島を回って、ラジオ塔の修理素材と、ボックスの番号探しですね。あと、ポカの実。はっうわぁ、ちゃんと肥料作っとくんだったな。よし、じゃあまた、島巡りしましょう。よし。久しぶりに、抱き合った骸骨のある島ですね。壺が降ってきた島。ここで電化製品ってなんか、あ、何も解体してないね。よし、じゃあ、また探索か。探索しますか。うわ、これわかんないね。ちちょっとしか出てないもん。ブループリント。ミートスモークハウス。これだ。燻製にするやつの違うバージョンかな。うわ、こんな感じであったら結構多分見落としてるな。はい。さっきのブループリントしかないですね。結構探索したんですけど、でも、見落としてる可能性もあるな。とりあえずブループリントしか見つからなかったんで、また次の島ですね。よし。到着。あ、待って。あった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 。これは？お。ビギニング・オブ・ザ・エンド。終わりの始まりみたいなこと書いてるのかな？あ、これ2ページだ。助かる。書いてる。4。うん。4っていう数字書いてますね。これがボックスの番号かな。あれ、ボックス何桁だったかな。結構ありましたよね。とりあえず4。よし、じゃあ、また調べよう。待って、ブループリント。バードケージ？鳥小屋？これだ。はい。これさらに、多分これよりもさらに高い確率で簡単に鳥を捕まえられるのかな。いや、これ、結構あれだな。結構なところにあるね。これ結構見落としてる人いると思うな。あった、ブループリント。待って。やりすぎだよ、これは。うわぁ。エンジン？これは飛行機の部品かな？ああ、これだ。これ何？もし見つかってなかったら俺エンジン、そうそう、休まないといけない。なんか上に。あ！待って、ここにもウィルソン君いる。あ、サメいなくなったかな。あ、いる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 。ブループリント発見。ジャガーナイフ。あ、待って。これ持ってると開けないか。あ、しかも、待って。ボトルもあった。ジャガーナイフ。これだ。あ、牙一本でいいんだね。あれ、どっかに俺牙置いてきちゃったな。シルバーインゴット。で、ボトル。あ、これで 90% だ。あと1個かな。前回クレアの、クレア2。またクレアかな。あれ、これ前のやつと同じじゃないよね。クレア。同じだな。同じ手紙だ、多分。同じ手紙でもよかったのかな。一応 90% にはなったけど、多分同じ手紙のような気がする。で、ウィルソン君は忘れずに回収して。はい。大体探索し終わったので、また次の島ですね。よし、到着しました。ここに電子部品何個かなかったかな。スプリングはいらない。あと、スクリューがあと2ですね。マイクロプロセッサー。これであと1。で、基板が2個あるんで、基板もあと1。あとヒートシンクだ。ヒートシンクは何から取れるんだろう。この辺、まだ電化製品多分残ってるから、もしかしたら、ここで揃うかもしれないですね。冷蔵庫。冷蔵庫は、エアフィルター、ヒートシンクとかないか。で、一応しまっておこう、これ。これはどうかな。来た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 。ヒートシンクとマイクロプロセス、あと基板だ。あと基板1個。どうかな、このテレビ。きたー、きた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 。他、まず、あ、ガラスだけ一応取っとくか。他はいいかな。うん。これで直せるね。まだ番号集め終わってないけど、うん、あと東大とかこの中の方まだ調べてないけど、一回直しに戻ろうかな。はい。では、この島まだ探索しきってないですけど、一度帰って、ちょっとラジオタワーの修理ですね。もう先にやってしまおうかなと思います。よし。では直しに行ってみましょう。よし、これで、これどうなるんだろう。まずは、第一アンテナ。よし。え？第二アンテナ。OK。で、パワーボックス。来た！修理完了しましたよ。ん？でもまだ 75%。タワーリペア。はい。あとはキーを開けて起動するだけって書いてますね。パワーボックスを開けて、お！ん？これで？あ、100% なった。これ起動なってる？光ってるね。これで OK なのかな？お？ OK ですかね？で、あとはじゃあ、ボックス。の番号を探しと、ローガンの願い事ですね。これで開いたりしないよね。桁は1、2、3、4、6桁もあるんだ。別に何か起きるとかないですよね。何かやり忘れ。OK なのかな？うん。はい。では今回この辺ですかね。で次回は番号探しと、あと残ってるのは全然まだ見つけてないこれですね。あとボトル。ボトルがあと1個かな。うん。はい。では今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。